どうもこんにちは、いくつかです。今日もエカナインやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。やっていきましょう皆様。私ですね、いくつかと申します。どうぞよろしければ皆様チャンネル登録高評価してください。どうぞよろしくお願いいたします。やっていきましょう。いやー、今皆様どうですか。今日はね、雨が強いです。はい、神奈川は雨が強いです。やっていきましょう。パワープロね、2024発表されましたね。いやー、まあ発表されちゃったということで、私もこのデータがね、そろそろ終わりを迎えようとしてるわけでございますが、で、なんか、ちょっと寂しいものは、ないといえば嘘になりますね、はい。いや、まあ、寂しいよね。長くやってきたからね、このデータも。なんか、涙が声が出てくる。ごめんなさい。無視すればいいですね、まあ、あれが上がっておりますので、MV が言葉に近いのチャンネルの方で上がっておりますので、もしよければ見ていただけると幸いでございます。言葉に近いと検索していただいて、見ていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。こんな感じでございまして、はい。どうもお過ごし、皆様いかがお過ごしでしょうか。オープン戦ですね、ホークスは今のところ7連勝中でございまして、はい。私、ものすごく幸せでございますね。こんなんで幸せな感じでお前は幸せ者だなと思った方もいらっしゃると思いますが、まあ、こういうのが幸せなんですよ、逆に。はい。こういう一つ一つのね、幸せを、まあ、人間だからね、どういうふうに噛み締めていくか、はい。それができることこそが、まあ、人間だってですね、しっかりと感じで出てるんじゃないのかなと、はい、強く思っております。よろしくお願いします。が、宿題としてね、やっていきましょう。よろしくお願いいたします。で、しんどそうな、握力強化。よろしくお願いします。合宿でございます。ここで化けてほしいね、何か。ここで化ける選手がいると、結構変わるんですよ。大化け処置、何か。中山、大崎、奥村。まあ、メンツはマジで欲しいね。威圧感、中山、広角、阿部比。悪くないね。バステグ使っちゃおうか。中山、威圧感。中山、威圧感。マジ？おい、威圧感？威圧感だぜ、組むか。田中を普通に代打待機して、これで威圧感だぜ、組んじゃおう。で、大崎と田中を交互で使おう。田中はマジで、なんかちょっと、マジで代打の切り札。本当に切り札。これでいこう。決まりだ。中山おめでとう。君が攻めんだよ。で、清水、森山。清水だね。だが、まあ、パワーヒット効果。まあ、悪くない。三井に、何かつけてあげたい。でも、メンツが欲しくない。何が欲しくない。ここだね。カット落ちついたら美味しい。三井万歳男、悪くない。田辺清水。いや、威圧感は美味しいけどな。だったら広角パワーヒの方が美味しいな。これいこう。なんかつけ。中山パワーヒ。化けんな、ほんとに。大化けするやん。ライドラがパワーヒになった。これも強えぞ。中山、後藤、島野。まあ、なんでもいいや、最後は。最後はほんとになんでもいい。まあ、パワーヒ広角狙えるからね、下で。そうだね、なんかつけ。後藤がパワーヒ。今回、かびったね。普通にかびった。これマジで最強財団になる気がする。はい。行きましょう。とても眠くなってきました。抽選会行ってきましょう。まあそんなに強くないとこが戦いたいね。しょっぱなどうだい？どうだろう？若桜高校。強いのかな？なんか強い匂いはしないね。個人的に。なんか申し訳ないですか。知らんけど。シュート形状だぞ、悪くないね。そして、ね、やっていきましょう。よろしくお願いします。1回戦でございます。はい。大崎、清水、トッキー。いや、大崎だな。さあ、個人的に1回戦でございます。もしよろしければ、チャンネル登録、ご評価してください。どうぞよろしくお願いします。三振してんじゃん。2つ連続で。よくないね。よくないね。こういうとこだよな。やっていきましょう。流しましょう。大崎はね、流しても、こう流しても両方いける人になったんで、もう、無敵ですから。はい、こう流しても強振でもどちらでもいけることになりました。はい。
行きましょう。オッケー、奥村ナイス。中山も威圧感ついたからね。これでほんマジで威圧感出せるんだね。2、2、2、1、2、3、4、5、6、7、8までが威圧感ですね。素晴らしい。とてもとても素晴らしい。いいね。今の打球も普通に狭い球場だったら入ってるね。かわいそうに。まあ、狭い球場じゃないからね。入らないんだけど。まあ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 、そういうこともありますよね。そういう時でも、スマイルスマイル。スマイルスマイルメニシュー、ダッシュ。いけ、リツイ。打とう。リツイ。リツイは打てる。オッケー、ナイス。こういう最低限、大事。本当に最高の最低限だと思う。で、中山なんですよ。お前を打てなきゃいけないんだ。英才教育をするよ、ここから。おめげー。おめげー。英才教育をしたよ、俺は。彼を。彼のことを英才教育したいと思ってる。打てるようにした、俺は。おー、らーい。ナイスか。で、巨人の切って、出します、OK! これが大関なんですよ。究極の思考を切って強引にいけるかな、これ。おじやさん、今の球だね、打つなら。そうだよ、今の球だね、打つなら。とてもとても、そう、今の球なんで打つならね。頼め、態度。戦う君への歌を、田辺が野上の真正面に打つんだよ。えぐってけ、中野。えぐっていくその姿を見せてくれ。オッケー、これはね、残念ながら犠牲にならないんですよ。素晴らしいでしょ。そういう風に揃ってます、私は。いこう、押せ、くだれ、えぐ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 れ、オッケー。三井の不動産転がせるかな。三井3割は別に最悪打たなくてもいいんだよ。うまいなぁ、うまいなぁ。こういうのされちゃうと吠えちゃうわ。中山、打てるよね君は。打たないでどうすんの。三井にただ威圧感をかけてるだけの人になるよ。リーゼントがビッグファイ、これが合宿で化けた男よ。パワー必要ぜ。もう文句なし。もう誰も君の文句を言う人などいないよ。行こう。抜けた、抜けた。強っ、マジ強っ、マジ文句ねえわ。こういう場面だよな、逆にプルヒ働きそう。あ、めっちゃ外国、あーあーあああ、いいねいいね。今のだけそこまで飛ばせるのすごいでかいわ。偉いよね今の。そこまで飛ばすの、まあまあまあ悪くない悪くない。いいよ、田辺が全く打ってない今日。走るか、ナイスだ。奥村はああ見えて意外と走れます。背中し、センターに転がそう。あまゲイ、あー悪くない、センター返しはしてる。でサードまだ振ってくれれば、これが実質最低限になるんだよね。今ね、最低限ができるチームにしたいよね。3打点、初ホーマーだったね、中山、おめでとう。なんかロマン枠になるのかな君は。ロマン枠で終わってほしくない俺は。確率性も止まらずバッターにしちゃう俺は。きっとね、そういう選手の俺はできると思ってるよ。引っ張りましょう中野。悪くない中野。めっちゃ大川さんの打球みたいな感じだね今の。三遊間いいよね。なんか三遊間の打球ってすっごい好きなんだよね。まあ打たれてるの俺なんだけどね。おんまいいな今のサード踏むのかったのに。まあ悪くない悪くない、うまいよ。逆にこれでなんか中野に代打を出しやすくなったっていう良さがあります。申し訳、あと2回あるからね。マジで普通に回るんだよ。 OK、 素晴らしい素晴らしい、とてもとても素晴らしい。大崎くん、ここは強引に行きましょう。強引な男は意外と疲れるんだぜ。行こうぜ大崎。来ました、あ、ピッチャー早いよ。ピッチャーは平岡でいいかな。右ピー使います。ここで右ピーです。あ、クリーンアップだからね。アンダースローが意外と効くと思うよ、右打者にはね。いけ、
よ。オッケー。ここは左と。あ、対左1。変えてあげればよかった。まあいいや。逃げてこうぜ、ヒロカ。オッケー。対左も G だけど、あれだな。対右も G なんじゃない。どっちも G。ダブル G。ゴミだね。ごめんなさい。変えていきます。アンダーで150って、打てねえよな、普通だろ。これ無理だわ。アンダーで150とかも、考えられんもん。どんだけ球浮き上がってくるんと思うもん。よし、出た。落合さん出た。偉い。落合さん出たのすごく偉い。褒めてあげたい、俺は。ダイソー出しましょう。大久保。大久保博物館。悪いなぁ。じゃあ、走るか。攻める。オッケー。よっしゃ。頼め。オッケー、悪くない。悪くない。とてもとても悪くない。チャンス B。偉い。打てるよ。頼め、一本と。オッケー。この一本大事。やっぱこの一本が違うのよ。ありがとう。なんかここで一本欲しかったんだよね、本当に。本当に本当に、ここで一本欲しかった。エンドランかけようか。ヒット、エンド、ラン。奥村、ヒット、エンド、ラン。超えた超えた。エンドランなのに。エンドランでなんか、すごい打球打っちゃった。奥村、マジで好調。で、走りまして、三井渡せる、代打出す出せるか。名前の置いてない、置いてない。中山を打たせよ。これでワンアウト。今なんか、俺、違ったな。普通になんか、違ったわ。俺のミスです。大体出しとけよかったね。ごめんね。俺のせい。とてもとても俺のせいだ。申し訳ない。中山行こう。中山、お前、カット絞ってる？魔物が働いてる？鬼魔物習慣。はい、誰出しまーす。ここで待ち受けるは田中なんですよ。ここで田中が待ってるって言うと多分死ぬほど怖いよ。この台だ。俺だったらまじちびるよ。うわー、惜しい惜しい。オッケー。これが田中です。はい、これが田中です。もう、怖いよ。今のは別に負けてるじゃないや。余裕で勝ってるから、後からなんか殺走をちょうど出てくるけど。これが最初から出てくるからね、本当なら。しんど。俺無理だわ、マジで。あわわ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 わ。えげつないことになってくるわ。かわいそう。相手がかわいそう。で、時。魔物を引いてもいいんだけどさ。魔物を引かなくてもいいかなと思うぐらいにはもう、勝ててるから。あ、ボテボテ大事。あ、いい。13対1。さ、もう言うことないですね。これは多分流しのが強いんだよな。めっちゃインコース来てるけど。オッケー。もうなんか喋ることがなくなった。喋ることがなくなった。打ちすぎると喋ることがなくなるから。やめて。お願いだから。で、大久保。大久保はね、ないんですよ。代打でいいです。まあ本当は今井なんだよな。ただ使い道がない人から出しておこうかな。だから、まあ物引いていいよ。魔物ないならここ代打の代打できます。萩原、萩原です。使ってあげたいんですよ、萩原。つながし、いいよ萩原。かわしやれよ。前にな。川崎が投げます。はい、川崎が投げます。タグでいきましょう。タグ、川崎なんか2人ぐらい切ってほしいな。オッケー。次のセカンドも別に悪くないね、今は。ここで引っ張り系かパリ系で、まあ、初戦ね、下位打線だからね。平気でしょ。さすがに平気だよ。さすがに打たれません。はい。打たれたら、ピッチャー買います。いや、自分今4番ピッチャーです。はい。4番ピッチャー、だから何言ってるんだけど。はい、すいません。斉藤はここは思いっきりとし、クロスファイヤー内角攻め。えげつねー。これ、内角攻めのクロスファイヤーでこれ、えげつねー。右バッターかわいそう。で、えげつないほど内角受けてくるじゃん。斉藤怖えな。斉藤怖えよ。来年楽しみだわ、これは。あの2枚看板、左と右の2枚看板、マジで熱いからね。オッケー。清水？危ない。
無事に勝てました。どうもありがとうございました。幸せです。私は今日も勝てて幸せです。はい、どうもありがとうございました。また皆様次回の動画でお会いしましょう。中山が今回バケた回ですね、会った時に。はい、またねー、バイバーイ。バイバーイ。